ようこそ、ユニバーサルスピリットの先森研究室へ。ご訪問いただきまして、いつも本当にありがとうございます。今回もよろしくお願い申し上げます。前回の第19回では、ヨハネ福音書第14章、パラクレートス神、キリストとの同居の予言について、 それが12人の菩薩の総体であること、そして出口鬼三郎もシュタイナーも共に、パラクレートスの特徴があることについて検証しました。今回は、ヨハネ目視録第16章のハルマゲドンについて、ジョージ・ベール望遠の霊界通信ベールの彼方の生活と、出口鬼三郎の霊界物語から、 その霊的な認識を検証していきたいと思いますヨハネの目視録にはハルマゲドンという言葉は次の1箇所にのみ記されています第六のものその鉢を大いなる川ユーフラテスの上に傾けたれば川の水枯れたりこれ日のいずる方より来たる王たちの道を備えんためなり 我また竜の口より獣の口より義与言者の口より河津のごとき3つの汚れし霊の出ずるを見たりこれは印を行う悪鬼の霊にして全能の神の大いなる日の戦いのために全世界のオーラを集めんとてその元に出てゆくなり見よ我盗人のごとく来たらん裸にて歩み宗書を見られる,ることなからんために 目を覚ましてその衣を守る者は幸いなりかの三つの霊王たちをヘブル語にてハルマゲドンととなうるところに集めたり王援の霊界通信ではこの黙示録における「ハルマゲドン」について次のように語られています。 我々はついに地球圏に含まれる三つの階層を包む大気の中へと入っていきました。そこまでは各界から参加者を募り、一人一人をキリストの軍勢として補充していきました。しかしここまで来て一旦それを中止しました。というのは地球に直接つながるこの三つの階層は一応一つの境界として扱われます。 なぜなら地球から発せられる鈍重な悪想念のームに包まれており我々の周囲もそれがひしひしと感じられるのです。目示録に言う「大ハルマゲドン」「善と悪との大決戦」とは実はこのことです。我々の戦場はこの三つの階層にまたがっていたのです。そしてここで我々は いよいよ敵からの攻撃を受けることになりました地球を取り巻く三層の領域まで来てみて我々はまず第一にしなければならない仕事は悪の想念を相当してしまうことではなく善の想念へ変質させることであることを知りましたこのように霊界通信においては目視録におけるハルマゲドンの戦いは キリストの再臨の延長線上にあることがわかるのです。次に、目白録の見よ、我盗人のごとく来たらん、裸にて歩み終章を見られることなからんために、目を覚ましてその衣を守る者は幸いなり、と告げられている点に注目してみます。第18回でも触れましたが、キリストの降臨を告げる霊界通信において、 人間の霊としては高次元の第10回で活動するアーネルと呼ばれる霊はその階層に降臨されるキリストについて次のように語っていましたお体は全身の素肌が輝いて見えましたがといっても一種もまとっていないのではありません矛盾しているようですが私が言わんとしているのは まずその全身から放たれた交際がその地域の隅々にまで至りすべてをその輝きの中に包みますするとその一部が我々が抱いている畏敬の念というスクリーンに反射しそれが愛の返礼となってキリストのもとに帰り黄金の鎧のごとくお体を包みますその光恩関係は我々にとってもキリストにとってもこの上なく快いものでした キリストは惜しげもなくその本来の美しさの奥の院の扉を開けてくださるそこで我々はその儀式にふさわしい唯一の衣服を脱ぎ頭を垂れたままそれをキリストのお体におかけするそして優しさと崇敬の念に満ちた霊妙なる愛を込めてキリストへの絶対的信頼感を表明したのでしたしかし それ以前にもすでにキリストの栄光をかいまみておりましたからキリストの本来の力はそれでもなお控えめに抑えられいつでも出せる体制にあることを知っておりましたキリストは何一つ身にまとわれなくても我々配下の軍勢からの畏敬の念という贈り物を金色の鎖片びらとしてまとっておられたのですこのように。 キリストは何一つ身にまとわない裸のままの姿で降臨するのですが、天使の軍勢からのキリストへの畏敬の愛念が、キリストの霊的な衣服となっていると語られているのです。そして、その様子は、さきの目視録に記述されていた通り、裸にて歩み、宗書を見られることなからんために、目を覚ましてその衣を守る者は幸いなり、 と記されており黙示録に記された情景と霊界通信の描写が正確に一致しているのです一方出口鬼三郎は「ハルマゲドン」という地名について「 ハルマゲドンの戦いの春は日本のことである。と語っていました。そして、著書、霊界物語においては、二人の登場人物の会話の中で、ハルマゲドンという言葉が語られています。ちなみに、この霊界物語の口述は1923年にされており、第一次世界大戦後、 第二次世界大戦以前のものです。また、以下の紫色の文字は、日本のルートハーバー教のブラバーサ氏の発言で、緑色の文字は、トコヨの国から来たハバイ教のバハーウラー氏の発言です。大戦後の世界はどこの果てを見ましても、平和の象徴を見ることはできぬじゃありませのか。 至る所小戦争は行われ、ガキ畜生、修羅の惨状を、遺憾なく暴露してるじゃありませぬか。ハルマゲドンの戦争とは、千だっての戦争を言ってるのじゃありますまいか。ハルマゲドンの戦争が済めば世の終わりが近づくとの聖書の教え、どうも物騒になってきました。暑い時に寒い風が吹き、 作物は思うように発達せず、至るところ火山は爆発し、地震、洪水の悩み、強盗殺人に諸種の面白からぬ運動、到底人間として、この世をどうすることもできますまい。もうこの上は救世主の降臨を仰ぐより他に、道はございますまいな。 救世主はきっとご降臨になって世界を無事太平に収めてくださることを私は確信しています。しかしそれまでに一つ大峠が出てくるでしょう。ハルマゲドンの戦争は私は今後に勃発するものと思います。今日は世界に二大勢力があって、腰眈々として互いに狙いつつある現状ですから、到底このままでは収まりますまい。 世の建て替え立て直しは今日の人間の力尽き花柱が折れ手の施す余地がなくなってからでなくては開始いたしますまい九福林千期一期になって救世主が降臨なされるのが神様の競輪と存じますなるほどご同感ですそしてあなたの二大勢力とは何を指して仰せられるのですか この間宣伝士ブラバーサ氏による二大勢力の説明がありますが省略します一方は日の出国一方は常世の国と世界に会い対立している現状をお示しになったのでしょうなことわざにも「両有愛戦わば勢いともに全からず」とか申しましてどちらか一方に統一されねばなりますまい。 そうです。核のごとく、今や東西の大関が世界の大土俵上に、ふんどしを締めて腕を鳴らせ、肉を踊らせて、相対するの、機関を呈してる以上は、一方が屈服するか、ただしは引っ込まない以上は、早晩、琥珀劇場の幕が切って落とされるは、火を見るより明らかでしょう。ハルマゲドン、 すなわち世界最後の戦争は到底免れなくなっています。それで狼様は、地上をして天国の賛美卿に安住せしめんがために、ヨハネ、キリストの御霊を世に下して、天国の福音をあまねく万民に伝えしめられつつあるのです。去りながら、常闇の世に慣れきった地上の人類は、 一人としてこの狼様のご真意を悟りうるものなく、ただわずかに忠実なる神のしもべが誠を尽くし、神を念じて待っているばかり、実に世界は惨めなありさまでございます。かような邪悪に満ちた三千世界を立て替え立て直し遊ばす神様のご心行も、実に体毛ではございますまいか。このように、 米海物語には救世主の降臨に際して日の出国つまり日本と常世の国つまりアメリカによる世界最後のハルマゲドンの戦いという一つの大峠が起こると語られているのですさらに 大親友においては世界大戦における悪霊について次のように記されています軽い清らかな霊は天となり重き者は地となりたこの天地の始まりからオロチの御霊と頭とが邪気の塊で天地の間に出けてきてだんだんと勢いができてこの地の世界を自由にいたして魔の国にいたすというたくらみで 炉国に陣取りを致たし唐天竺日本へも渡して国々の人民の守護人を我の自由に致してさっぱり畜生に致していだこの上に日本の国の神の王の○○○を自由に致すつもりであるが三千世界の大元地の高天原の一輪の仕組みで化けの皮をむいてしもうてやるぞよ。 大元真由で語られた、これらの邪霊は、先の目視録の三つの汚れし霊や印を行う悪鬼の霊を示していると考えられるのです。そして、三千世界の建て替え立て直しとは、地球上の戦争に限ったことではなく、霊的な世界における、キリストを中心とした天使の大軍勢と、 エーテル界にはびこる邪悪な霊との戦いでもあることがわかります。そして、3000年の神の競輪を仕組んだ、トラの懇人、国祖国床たちの御事は、一輪の仕組みで、このはびこる邪気の化けの皮を露呈させると断言していたのです。つまり、日本においては大元を弾圧した政府が、 世界においては日本を占領した GHQ が邪気邪霊に憑依されて操られたことで、神の競輪を阻止するために力いっぱい抵抗してきたのです。これによって日本政府は大元を弾圧し、太平洋戦争では日本を敗戦に追い込んだのです。またそれによって邪霊は勝利を確信したはずなのです。 ところが、ウシトラの懇人はあらかじめそうした陰謀をすべて見抜いていたため、蛇霊の弾圧と占領を逆手にとって、大日本帝国の政府は、来臨の前兆を成就させ、GHQ の軍隊は来臨の予言を成就させたのです。それによって、邪気邪霊たちは、自分たちがキリストに逆らう悪魔であることを自ら暴露する結果となり、 同時に、自らの手で新約聖書のキリストの予言を完全に成就させてしまったのです。つまり、大元内で出口鬼三郎を排斥しようとした信徒たちや、大元を弾圧した日本政府、さらに日本を占領した GHQ は、悪霊に操られ、悪霊の道具となることで、神を世に出すという悪の役、 おうしとの懇人にさせられていたはずなのです。このようにして、ウシトラの懇人の一輪の仕組みによって、神の手の上で転がされるようにして、邪霊の陰謀は、くぶくンですべてひっくり返り、神を世に出す敬輪が成就した、と考えられるのです。 以上、第20回では、ヨハネ目視録第16章に記されたハルマゲドンについて、霊界通信では、それがキリストの再臨の過程で行われたことについて理解しました。さらに、出口鬼三郎は、ハルマゲドンの春の意味が日本であるとしており、霊界物語の中では、その霊的な戦いが、 第二次世界大戦における日本とアメリカの戦争として語られていることについて検証してきました。次回は、牛虎トラの懇人、国祖、国と子たちの御事による大元親友と、シュタイナーの抗議とを称号することで、当時の日本人の御霊の因縁と、 20世紀の戦争の霊的な背景について検証していきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。今後も応援をよろしくお願い申し上げます。